SPE バスでの接続の例 SPE バスでの複数デバイスの接続の例シリアルペリフェラルインターフェースはコンピュータ内部で使われるデバイス同士を接続するバスであるパラレルバスに比べて接続端子数が少なくて済むシリアルバスの一種で比較的低速なデータ転送を行うデバイスに利用される従来のデータバスアドレスバス制御信号による周辺デバイスの接続には 少なくとも十数本の信号を接続する必要があった。メインメモリなどの高速にアクセスできる必要があるデバイスを除いて、それほど速度を必要とされないデバイスに関しては IC のパッケージも小型化できることから、ショーピンで接続できる形態が望まれた。このような背景から、いくつかのシリアルバス規格が提唱された。SP はショーピンで接続できるバスとして、 モトローラが提唱した企画である。信号線は4本で構成され、1つのデバイスを接続する場合は SS を固定することで3本で接続できる。SCK シリアルクロックミソマスターイン、スレーブアウトもしマスターアウトスレーブイン SS スレーブ、セレクト SP バスは単一のマスターと1つ以上のスレーブの装置で操作することができる。もし、スレーブの装置が単一であり、 スレーブの装置が許可するなら SS ピンは論理レベルをローに固定しても良い。ただし、ある種のスレーブはスレーブセレクト信号の立ち下がりのエッジを動作開始のために必要とするので固定できない場合がある。例えば、マキシムマックス 1242ADC であり、ハイローへのセミで変換開始する。複数のスレーブ装置を使うにはマスターからそれぞれのスレーブへの独立した。 ss 信号線が要求される。ほとんどのスレーブ装置はトライ、ステートアウトプットを持ち、デバイスが選択されていない時のミソ信号はハイインピーダンスになる。トライステート出力を持たない装置は外部トライ、ステートバッファを用いない限り、sp を他の装置と共用することができない。典型的なハードウェア構成。二つのシフトレジスタがチップ間のリングバッファを形成する通信を 始めるために、マスターはスレーブがサポートする周波数のクロック信号を生成する。その後、マスターは該当するスレーブの SS 線の論理レベルを例にして、スレーブを選択する。もし、待ち時間がスレーブから要求されているなら、マスターはクロック信号を発信する前に、少なくとも要求されている時間は待たなければならない。SP の各クロックの間に、 全20データ送信が行われる。マスターは、もし線上で1ビットを送信し、スレーブがそれを読み込む。その間、スレーブは、ミソ線上で1ビット送信し、マスターがそれを読み込む。この一連の処理は、たとえ一方通行のデータ送信を目的としていても、維持される。通常、送信には、8ビットなど、特定のワードサイズの2つのシフトレジスタが用いられる。つは、マスターに、 もう一つはスレーブに配置される。これらのレジスタは仮想的なリング上に接続される。データは通常最上位ビットが最初にシフトアウトされます。クロックエッジでマスターとスレーブの両方がビットをシフトアウトし、伝送ライン上で向かい合う相手に出力します。次のクロックエッジで各レシーバーで伝送ラインからビットがサンプリングされ、シフトレジスタの新しい再開ビットとして、 設定されます。レジスタの全ビットがシフトインおよびシフトアウトされた後には、マスターとセレーブはレジスタ時を交換した状態になります。さらにデータを交換する必要がある場合、シフトレジスタがリロードされ、この一連の処理が繰り返されます。送信は任意の数のクロックサイクルにわたって継続できます。完了すると、マスターはクロック信号のローとハイの切り替えを停止し、 通常はスレーブの選択を解除します。多くの場合、送信は8ビットワードで構成されます。ただし、他のワードサイズも一般的です。例えば、テキサスインストゥルメンツの TSC2101 などのタッチスクリーンコントローラー、またはオーディオコーデック用の16ビットワード、または多くのデジタルアナログ、またはアナログ2デジタルコンバーターなどの12ビットワードです。 SS 線を使用して、アクティブにされていないバス上のすべてのセレーブは、入力クロックと模試信号を無視する必要があり、ミスを駆動してはならない。ですが、いくつかのデバイスは、これを実装するには、外部トライステートバッファーが必要です。A タイミングダイアグラムショーイング、クロックポラリティフェーズ、レッドラインズでのてクロックリーディングエッジス、アンドブルーラインズ、トレーディングエッジス、 クロック周波数の設定に加えて、マスターはデータに対するクロックの曲線と位相も設定する必要があります。モトローラ SPE、ブロックガイドは、これら2つのオプションをそれぞれクパール及びクファと命名しています。これは、ほとんどのベンダーが採用している規約です。タイミング図を右に示します。タイミングの詳細は以下に記述される通りです。このタイミングは、 マスターとスレーブの両方のデバイスに適用されます。もしおよびミソ信号は通常次のクロックでの繊維まで半サイクルの間安定しています。SP マスターよびスレーブデバイスはその半サイクルにおいて異なるポイントでデータをサンプリングする可能性があります。これによりマスターとスレーブ間の通信チャンネルの柔軟性が向上します。曲線と位相の組み合わせは多くの場合 次の規則に従って番号が付けられたモードと呼ばれます。モード番号は2つのビットで定義され、クパールが上位ビット、クファが下位ビットとして使用されます。マイケロチップ PIC、アームベースとマイクロカントロラースの場合は以下の通りです。PIC32MX の場合、SPE モードは CKP、クと SMP ビットから構成されます。 その他に一般に使われている表記法は、盲導のような組で表記する方法です。つまり、は、クパールイコール0かつクファイコール1を示します。セイフスピーは、自動車の安全アプリケーションで使用するための SPE を標準化している。ありがとうございます。